どうもポンシュラです。今回はレジェンズ超上位勢のギルメンの方と振り回していこうと思います。今回対戦していただくのはメープルという方ですね。メープルは PVP で2桁を取ったこともある方で、マジでめちゃめちゃうまいので気合い入れてやっていきます。で、今回のフレマはただのフレマではありません。使うパーティーに縛りをつけてます。1戦目はお互いこの旧未来パーティー、2戦目はこの旧サイヤ人パーティーで対戦して、3試合目にガチパで PVP をやっていこうと思います。それではやっていきましょう。今回のフレマは全部貫突仕様でやります。メープルとは毎日通話しながらフレマするくらい仲のいい友達で、年もかなり近いんですよね。さあ来た。今回未来パーティーアビも全員揃えてるんでね、まあフラグはちょっと違いますけど、ほぼ同じ条件でやっていきます。初手は紫ベジータでいきましょう。ちょっと今回集中するんであんま話せないかもしれないです。さあよろしくお願いします。初手タックル回避いっちゃいましょう。はい、じゃあここはそのままいきましょうか。 OK、 お相手さんは UG ムーブ買ってきてますね。いつもの癖でお相手さんって言っちゃうんだけど、メープルは UG ムーブ買ってきてますね。いいねいいね、ここはどんどんつなげていって、さあロゼチェンジ。多分ロゼに帰ってきたの痛い、危ない、そういうことすんなよ。あー、ここは特殊切っちゃいましょうか。いや遅れた、特殊切るの。あーどうしようかな。ここはもう一発受けてロゼで回復できるんで、ロゼちゃんに変えていきましょうか。いや待ってよ、あ、これロゼで受けよう。オッケーオッケー。さあ必殺2枚が邪魔ですね。とりあえず回復して単発出そうか。単発出してクイックアタックいって、射撃打っちゃいましょう。単発で抑えて、あーこれでもな、多分場にないんで速射いっちゃいましょうか。多分届き物が危ない。いやうまい、単発読みしてくる、うめえガチで。あーここはまあセルちゃんで受けていきましょう。楽しめそうだ。いや場にないんでね、速射打って単発抑えちゃいますよねあれ。さあ特殊切ってくる、まあここは全然セミちゃんで受けていきましょう。メイン切っちゃう、なるほど、メイン切っちゃって、いやあクイックアタックいくか。クイックアタックいって入ったの確認して、射撃打って単発で抑えて、ここ変えてくるかな、射撃打って、うわやばい、これ必殺引かれたら終わる。いや強すぎ、ちょ待って、ガチやばい、ちょプレイミスがありますよ。ちょ集中していこう。あとりあえず必殺を消化したいんだよな。タックル回避いって単発で抑えて、あ特殊切って、そろそろ終わらせてやるぜ。タックル回避いって、射撃そのままいって単発、ちょっと待って、マジでうめえ。いやあそこ単発弱いのかな。あのセルだと結構強気に射撃とか打てるんでね、まあここはドヤベジ捨てていきましょう。ガチでうめえ。さあここは速射いっちゃいましょう。少しは楽しませて、一点目してくるから跳ねてタックル回避いって、オッケー入った。あーこれなー、そうだよね、セミちゃん捨てですよね。ライジング溜まったらロゼちゃんいなくなっちゃうんでね。さあ射撃からつなげて、強いセミちゃん、いいダメージ。さあここはセミかロゼにライジングを当てたい、どうにかして跳ねてタックル回避いこうか。メイ切っちゃおう、魂ここだ。はぁメイン読みしてくんのかよ、ちょっと待って。あそこね、攻めにライジング当てれたらマジで強いんで、メイン切っちゃったって感じなんですけど、あそれもケアされんの、ちょっと待ってくれ。いや特殊も引かれてる。あまあまあここは2人で受け回せばなんとかなりそう。もう一発受けて、ここで攻めちゃんに変えましょう。オッケーオッケー。あそこメイン読みするのやばいよな。入ったの確認して射撃撃って、跳ねて単発で抑えて、あーどうしよう、射撃撃つか。いやーやばい、なんかね、なんか知らないうちに詰められるんですよね、こうメープルと対戦してると。やばいやばい、いやこれ必殺で縛られてんな。ロゼに変えよう、耐えないワンチャン100万コンボ補正で耐えろ。おりゃ終わった、タップル回避。タップメイン切って2連回避読みしよう。いやずらすんかい、やばい、上手すぎる、何もできない。いややられましたね、ちょっと完封されましたね。いや2戦目マジで頑張っていきます。すみません、ちょっと2戦目普通に動画撮ったんですけど、ライ読みとかヨダメ判定とかちょっといろいろややこしくなっちゃったんで、
もう一回撮り直します。いや、この耐久サイヤ同士はね、本当によだめ判定になってくるんで、ライン読みすると本当に全然結果が違ってくるんですよね。さあよろしくお願いします。タックル回避、お相手様タックル回避。いや、必殺あるのか、まあしょうがない。ここは単発出して、単発出して打撃剣振って、打撃剣にタックル合わせてくる。回避回避になってる、うまい。いや、そこで冷静にずらせるのはうまいですよね。お相手さんが変えてきたら変えますが、 OK、 変えてきたら変えましょう。変身してくる、体力すごいね、460万。こっちも変身したらそんくらいになるかな。あー、これはまたな、強制的に出されちゃいますけど、まあさすがにまだライジングが溜まってないはず。ヒット確認行って、 OK、 射撃入った。いや、これきついな、外して射撃撃って、またが出してくるのか。メイン切っちゃおう、 OK、 メイン切って、あー、ここは射撃から必殺撃っちゃいましょうか。うん、さあここは跳ねて、びっくりびっくり見えないか、148までに打撃キャン来い。クイックアタック、射撃打てないもんね。タックル回避いって、ここは突っ込みましょう。うん、ワンブジチェンジ、オッケー。いや、今最速取ってライジングでよかっただろ、ボケカス。いや、クソやらかした。まあまあまあしょうがない、ここはどんどんつなげていって、うん、つなげていって、いいねいいね、いい感じ。メインはまだ切らないでいいかな。タックルが来たらかぶせたい、いや、かぶせちゃダメだ。単発で抑えて、オッケー、びっくり見た。ここはライジング行きましょう。よしよしよし、これはでかい。またなでライジングを救出されなかったのはでかいですよ。さすがに飛ばせるよね、ワンブジ。オッケーオッケー、さすがにな。あ、ここはタックル回避はやめようか、即死合ってくる気がする。射撃打っちゃって、まあしょうがないな、これは。またなに変えて射撃とか下手に打つとね、ライジング打たれちゃう可能性あるんでね。オッケーオッケー、お相手さんがバカ野郎に変えてきたらバカ野郎に変えて、いいいい、このサイクルめっちゃいい。必殺打ってくる、ここはクイックアタックいって、うん、タック回避いきましょう。あ、射撃打っちゃった、助かった。打撃キャンにしてタックル回避いって、そのまま行って、時止めないんでタックル回避いって、射撃打って、特殊やめて、そのままいって、よっしゃ、ある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 。ワンベルに変えて投げない方が良かったか、これ。いや、待って、ミスったミスったミスった。まあただここはいろいろ、いろいろっていうか、色のね、あれがいい感じになって、やばい、射撃打っちゃった、あっぶな。まあまあいいや、まあまあワンベジで受けていって、オッケーオッケー、あるあるある。クイックアタックいって、タックル回避いって、射撃打っちゃった、バカよ。もういろいろバカだって。まあまあ大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着くんだ。さあライジングを2周目貯めていきますよ。よし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 。さあ打撃キャン振りたい、打撃キャン振って特殊切って、ここ2連回避でいいかな。単発で抑えてくる、タックル回避いって回避圧はしてこない、メイン切っちゃおう。あー、タックルかぶせられない、いや射撃撃ってくるのか、マジか。完全に打撃しか構えてなかったですね。いや大丈夫大丈夫、ライジング2周目溜まるんで、こっち。ただ射撃は消化しにくい、単発出して、やばい当たっちゃった。まあ、ここは回避で射撃撃ってそのまま行って、跳ねて、いやうめえな、ガチでうめえ、いやガチでうめえぞ。跳ねて、オッケー、確定でしょ、よしよし確定。ここはバカ野郎に帰って、とりあえず必殺一発ぶち込みましょうか。よしよし、バカ野郎決めて、跳ねて、やばい、クイックアタックね、跳ねて、あー、ここはライジングかぶせようか。いやうまい、それまたなんで受けよう、危な。今ライジングかぶされないように近距離で究極打ってきましたね。さあここやばい、またな出しちゃったんで、やばいですよ、とんでもなく。クイックアタックいって、タックル回避、やばい、危ねえ、タックル回避で、これは必殺でいいですね。さあ打撃キャン振りたい、打撃キャン振れなかった、後手ムーブ釣れない、やばい、ライジング打たれる、これ打ってくるよね、
いやまたな帰ってきてないギリギリ。タイプカウント把握完璧じゃん。あーここは速射石、速射行くか。速射行こう。避けられたらもうそれはうまい。あ待って速射じゃなかったしかも。いや勘弁してくれ、やられた。うわくっそ、俺の勝ちだ、諦めろ。いやなんか戦い方が難しいですね耐久サイヤは。さあ3試合目これは絶対に勝ちます、ガチパなんで。もう 1,2 戦目ボコボコにされてるんでね。 OK 来た。メープルは合体に 7,8 ピン差しですね。マジでこれ負けるわけにはいかない。さあよろしくお願いします。初手は特殊警戒して単発出して打撃は2打撃合わせて2連でいいや、タックル回避単発で抑えて、うんそのまま来るか。ここは特殊打ってくるかな。特殊ないんならここはカバチンしに行きましょう。あラッキー、射撃で外してきましたね。ここはクイックアタック行って射撃打って単発で抑えて、うんここは離れて、いや UG ムーブか、うまいな。単発の後の UG ムーブマジでうまいんですよね。うんここは 7-8にライジング打たれたらマジでやばいですね。ただ54のメッキはあるんで回避見て単発で抑えてタックル回避いって回避回避で OK しっかり刺さる。ここは特殊からつなげていきましょう。カバチン無効にして、いやさすがに多分ライジング警戒してくるんで変えては来ないですね。とりあえず必殺で、うんいいね、クイックアタックまで行って、お相手さんもクイックアタック跳ねて跳ねてタックル回避行って、打撃キャン、打撃キャン狩りはしてこない、単発で抑えて OK ラッキー、単発出してラッキーですね。射撃からとりあえずこのまま殴っていって、多分カバチェンはしてこないんで OKOK、このまま殴ってとりあえず必殺でいいかな。よし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 、必殺は 7-8 で受けてくるとお上手。あーここはタックル回避いって単発出して釣れた、いけ。うんここはタックチェンジで見てくるかな、見てこない、タックル回避いって単発で抑えて OK、 これはライジングいっちゃいましょう。えこれメイン間に合うの、いややらかした。 OK ずらして、いやうめえそれも、隙がないマジで。タックル回避いって OK、 これは入った。あこれはウルゴジが帰ってくる前にもういっちゃいましょうか。 OKOKOK、 メインから究極までいっちゃいましょう。ウルゴジまだ回ってないもんね。終わらせちまうぞ。いや回っとるんかい、ちょ集中しろ。まあ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 跳ねて、いや打撃押せなかった。あここはいやそうだよね、いやゴジポ捨てるか、これワンチャンじゃない。耐えろ、よっしゃ耐えた、メイン切っちゃいましょう。タックル、俺の必殺技を見せてやるぞ。単発読みして下がってタックル回避いって、あタックル回避いって、そのまま突っ込んで、いや即扱い、メイン読み読みですね多分。メイン読み読みってもうすごいことになってるわ。オッケーオッケー、ここはウルベジで受けて、ちょっと流れがよろしくないですね。単発出して単発にはカウンターして跳ねてタックル回避いって、そのまま行って少し遊んで、うまっ。いやそれ警戒できてなかったな。あここはカバチェン向こうあるんでこのまま受けるしかないですね。いて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 、必殺はやめて、あぶねえ。ここでいやちょっと待ってよ。 OKOK、 クイックアタックいってタックル回避回避、後天ムーブは釣れない、ここは厚読みで OKOKOK、 あぶねえ。なんとかしのいで、ここは打撃からつないで、ここでとりあえず必殺でいいかな。邪魔だよ。オッケーオッケーオッケー。あーここは射撃も打っちゃいましょうか、カード破棄してるんで。射撃打ってメイン切って単発で抑えてずらしてる、跳ねてここは回避扱っていきましょう。オッケーオッケー、よし、ちょっといい感じになってきたぞ。ここはベジットに変えてカウンター狙っていきたい。カウンターして、なんでカウンターできてないの。タックルかぶせて、そこは2連回避回避、
射撃で撃ってずらして、速圧いっちゃった、やべえ今の速圧いっちゃったのやばいけど、特殊読みしてきそう、自分だけ楽しむ、あっぶね、せいてバニないよね、お前一人で打撃キャン、いや回避見て打撃キャン振らなかったのが甘かった、ちょっと待って、うますぎるこいつ、終わりだ、ライジングはもちろんウルベジで受けて、ただライジング2周目、ライジング2周目を打てればこっちもワンチャンありますね。メブロは面切ってるんで、ここは速射いっちゃいましょう。ただ打撃と必殺に弾がついてんだよな、あれ速射いけてなかった、このままいって究極だよな多分、あラッキー入った、ここはどんどんつなげていきますよ、うん、特殊からいいもんやるぞ、必殺までいっちゃいましょう、ザコオッケー、こいつにかぶせれば、こいつにかぶせるっていうか、ライジングってばマジでワンチャンある、クイックアタックいって入ったの確認して打撃いって回避、単発止めライジングいきましょう、オッケー、あるこれで、よだま判定まだ分かんなくなりましたよ、ここはキャラチェン回避しましょうか、必殺いって、いや UG ムーブしてくるか、UG ムーブ読み読みのそのままアーツ入れ込みしてくると思ったんですが、まあまあまあ受けれる受けれる、もっと行くぞ、オッケー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 、いやこれワンチャン勝ってない、これワンチャン、自分だけ楽しむ、ワンチャン勝ってろ、いややっぱり大したことないな、うめえ、期待しちゃいなかったけどね、この人やばいわ、うますぎる、もう何もできない、いやまあこれが超上位勢と僕の差ですよね、対戦ありがとうございました。ということで今回はメープルとフレマをしていきました、あの人ねほんとうますぎる、マジでプレイにミスがないんですよね、ちょっと悔しすぎるんで、また今度リベンジしたいと思います。メープルのツイッターのリンクは概要欄に貼ってあります。それでは今回はこのくらいで終わります。では。